役に立ちそうなものはあったか？すまない、驚かせてしまったか。迷惑なら初めから許可しない。気にせずゆっくり見ていくといい。図書館か。いっそ本物の図書館ならまだよかったんだがな。つい先日のことなんだが、俺が本を読んでいた時、小さな物音を聞いた気がしたんだ。だが振り返っても何も見当たらない。夕暮れ時で差し込む西日が眩しいくらいのものだった。気のせいかと思って別の書棚に向かったんだが、今度は後ろから何かがついてくる気配がする。まあ、わかったか？まったく、毎度毎度唐突に現れてはいつの間にか消える。どう？まあ帰れというくらいだが、できればいいと思うが、そう簡単に言って聞く相手でもない。かといって無視すれば無視したで、たまに面倒な絡み方をされるからな。先日も無視を決め込んでいたら、人の肩に頭を乗せて、たまにはただで情報をくれる気ない？とか。いや、よう、服部のお話だ。そうか。確かに心霊現象のようなものだが、驚かせてすまなかった。